皆さんこんばんは。孤独のコーヒー TV へようこそ。ナビゲーターのゆきひろでございます。2018年が、いよいよスタートいたしました。明けましておめでとうございますという感じですかね。はい、ちょっと年末年始が、終わりまして、まあ、ちょっとね食べ疲れなんかをしてしまいまして、ここやね美味しいコーヒーを飲みたいなと思っております。で、今年の初めてのですねコーヒー、今回は前回ですねご紹介いたしましたコーヒー4つの抽出法というので、浸湿式、糖化法、浸湿法、糖化法、あとはエスプレッソ法と最後に1つ最近加わった入れ方ということで、エアロプレスという道具を使った入れ方、だいぶもう有名になってきましたですよね。それというのは、浸湿法と、圧力の、掛け合わせといったような感じの入れ方になります。なのでもう、掛け合わせたんですけど新しいという感じですね。今回はその4つ目の入れ方のエアロプレスをやってみたいと思います。で、エアロプレスなんですけども、通常の、説明書にいわゆる書いてあるやり方とはちょっと違うやり方ですね。一つなんかインバートっていうんですかね、ちょっと逆さにして入れる方式でやっていきます。で、最初ちょっとその3点だけご説明いたしますと、エアロプレス、圧力でこう空気でねこうグーッと圧力を増して抽出する方式なんですけども、通常のやり方でやってしまうと、最初ねお湯をこう注いでしまった時にこう攪拌をする前に少しこうポッと抽出されてしまうんですね。その場合ちょっと味にブレが生じますので、全く違う逆さのやり方をして、なるべくその味にブレがないような入れ方をしたいと思います。ポイントの2つ目なんですけども、攪拌、通常のやり方でやりますと、こちらのパドルで1回ですね、浸湿法と圧力法のドッキングのその浸湿法の方なんですけど、このパドルでその豆と、お湯がこう一緒になっている時にですね、攪拌をさせます。で、その時に、大体その10秒とか、そんぐらいやってくださいって書いてあるんですけども、ちょっとですね、10秒だと、個人的な意見なんですけど、少しやりすぎちゃう感があるんですよね。その場合ですと雑味がどうしても出てしまいます。なので、あえてそこは、4、5回、こう、シュシュシュとパドルでかき回す程度で終わらせます。そしたらどちらかというともうちょっとクリアに入れられるかなという感じになります。これが2つ目。で、3つ目なんですけども、ドリップの方式でよく僕の方がご紹介しております、あまりね全部こう泡とか最後までこう抽出しきってしまうと、今日なんか口が回らないです、抽出しきってしまうと、雑味がどうしても入ってしまうというのも、今回のエアロプレスに関しても同じかなと考えておりますので、それも3点目ですね、踏まえて入れていきたいと思います。で、今日は、アメリカンかな、ちょっとスッキリといきたいので、抽出したものをちょっと味見をして最後お湯を足してアメリカンを作っていきたいと思います。はい、では、作っていきます。エアロプレスですね、こういったこう圧力を加えるものですね、プランジャーですね、これがチャンバーですね、受けになる方法です。で、キャップ、ここにフィルターを入れます。徐々にこれでやっていきます。で、まず豆の準備ですね。で、豆の準備なんですけど、引き目がですね、細引きから中細ぐらいがベストかなっていう感じですね。今日も電動のミル使っていきます。そうですね、ちょっと1だと極細すぎるかなという感じ、エスプレッソ系にもろ近づいてしまうので、
ちょっと2段階目の細引きにしたいと思います。はい、豆が引けました。では次にエアロプレス、ですね、用意していきたいと思います。通常ですと、ちょっと今日僕たまたまサーバーの代わりにこれイブリックですね、ちょっと大好きな道具なんですけど使っちゃいますけども、通常ですと先にこのキャップを外していただいて、ここにフィルターをセットします。でこの状態でここ、置いていただいて、コーヒーとですね、お湯を入れてこう押していくという通常の流れなんですけども、今回逆でいきます。インバート方式というものでいきますので逆にいきたいと思います。はい、準備なんですけども、まずこのプランジャーですね、こちらをまず置いちゃいます。でその上にチャンバーをセットして、で大体なんですけど、お湯をちょっと測るためにこの4のところですね、ここでこう止めておくような感じでいいと思います。でキャップを外しまして、もうあらかじめこの時にですねフィルターセットしちゃいます。こんな感じです。今回は一人用ですので、こちらのメジャーの方にですね1杯すり切り1杯入れちゃいます。はい、でこの状態でですねお湯を入れていきます。でお湯の説明なんですけども、このエアロプレス説明書にも書いてある通りポリプロピレンという素材でできているので、耐熱が実は80度になっております。なので、熱湯というか、沸かしてポットに入れてちょっと経ったぐらいで十分かと思いますけど、一応念のため、温度を測って入れたいと思います。はい、だいたいですね80度前ぐらいになってきました。84度ぐらいですかね。なのでこのまま突き進みたいと思います。では先ほど、入れましたこのエアロプレスの方にお湯を注いでいきます。1杯分なので、大体この通常ですと1のところかなっていう感じなんで、3のところまで入れていきます。でこの時なんですけど、1回蒸らします。第一攪拌ではないんですけど、10秒ほど蒸らします。はい、蒸らしましたので、この後こちらのパドルで、ここが先ほどちょっとご説明した通りです。だいたい5回ぐらいで終わらせます。でこの時点でなるべく早くいきます。キャップを閉めます。で受けのところに乗っけました。で、プレスしていきます。20秒から30秒ぐらいを目処に入れていきます。この寸前でちょっと止めました。で上げちゃいます。こんな感じですね。では、抽出が完了いたしましたので、見えますかね、こちらに移していきます。はい、濃厚な感じで入りました。濃厚なコーヒーが入りましたので、まずこのまま行ってみましょう。いただきます。美味しいですね。これすっきりしてて、
濃厚なんですけどすごいすっきりしてます。あとあの変なね渋みえぐみも取れてて、ものすごいすっきり濃厚な感じがします。これ正解ですね。正解ってなんだって感じなんですけどあのだいぶ美味しく、抽出されています。ではここにですね、あのちょっと濃厚に入れたので少しアメリカン、今日はねあのアメリカンにしようかなと思います。あのカフェラテとかあのそういったものでねミルクやっても十分美味しいので、それはあの今度の動画で載せようかと思います。お湯をちょっと足します。あんまり入れすぎてもねちょっともったいない気もしちゃうんですよね。まあでも旨味がねしっかりと抽出されてます。渋みとかえぐみを極力出さないように今回入れてみました。なのでお湯をまあアメリカンでねお湯足しても全然ねなんかその薄いっていう感じじゃないと思いますよ。はい、皆様お疲れ様でございました。先ほどのね、コーヒーじゃん、こちらお湯でお湯を入れたバージョンアメリカン作りましたのでいただきます。うん、さっきは原液のまま飲んですごくすっきりと濃厚で美味しい、まあ、あれはあれでもういいのかな、あれも完結してる感じだったんですけど、やっぱりアメリカンなんですよね。ただあのお湯を足してアメリカンにしたんですけど、あのね、旨味だけちゃんと、旨味だけっていうか、もう極力その無駄な雑味、渋み、あのえぐみなんかを出さないような感じで入れましたので、あのそういった旨味が中心の、こういったエキスにお湯を足して飲んでもですね十分美味しいんですよ。でさらにすっきりさが増した、なのでもうすっとなんかこう飲みながらすっきり美味しいコーヒーみたいな感じのテイストにまた変わります。なのでこれはこれでありだと思うんですよね。十分ねこれお店で出せるレベルだと思います。なのでさっきの原液のまま好きな方はねあちらも好きだと思いますし、こちらのお湯で、割りましたアメリカンコーヒーも OK だと思います。でさっきの原液の方はもちろんその濃厚さとすっきりさ、旨味が残ってるので豆乳ですとか牛乳ですとかそういったものを入れてもすんごいうまいと思いますね。これが要は4つ目に出てくる抽出法、浸湿法と、圧力法、エスプレス法のアイロコのような入れ方のエアロプレスという器具を使った、すっきり美味しいコーヒーになりました。で、このですねエアロプレスに関してもやっぱり奥が深くて、もちろん大会が行われているというぐらい有名になってる入れ方になって、なんですよね。なのでまだまだ研究のしがいがあるかなと思っております。でなんか自分でねペーパーじゃなくてなんか金属のフィルターも作ってやる方なんかもいらっしゃるようなんですよね。なんかまあそれはね、まあ、すごいなと思うんですけども、今回はのエアロプレスはこんな感じにしていきたいと思います。で今後ちょっとこのエアロプレスですね、ちょっと面白い器具、ドッキングできる器具とかねありますので、ちょっと続けてみようかなと思っております。はい、それでは皆様ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録などしていただけたら幸いでございます。今日ちょっとすいません、なんか音声が若干ちょっとおかしくなってるのかな。ちょっと実は携帯スマホをですねちょっと変えたばっかだったので、ちょっといまいち分かってませんでした。聞き苦しいところがありましたら、申し訳ございません。ご容赦のほどよろしくお願いいたします。またちょっとね改善をしたいと思います。それでは皆様素敵なコーヒーライフを今年もお過ごしください。